はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は強化黒金でパピオンを使っていきたいと思います。まあ、マスクガチャでね、せっかくパピオン手に入れましたので、使っていきましょう。で、PSR の虹谷をお借りして、彼女キャラはルナちゃんで、パピオンはね後イベなんで、この編成だと、前に後4にはなるんですけれども、パピオンのイベントが少ないので完走できるかな。ちょっと友沢が多いけどどうかなっていう感じですね。で、パピオンはなので、甲子園優勝して驚異の切れ味を狙っていきますと。じゃあ練習をやっていきましょう。まあルナちゃんの評価を上げつつだよね、最初は。立川もね、通常イベントが2回になってるからね、多分このくらいの数がギリギリだと思うんだよね、イベント数的に。2自体だな。で、コントロールコツはね、つかみたいよね。よし、で、パピオンが脅威の切れ味になっているので、虹谷はドクター K でいきましょう。で、大谷君はね、奪三振と打たれ強さしかないので、10% か、3人いるね。まあでもいいや、まあ、奪三振も回収しやすいと思うんで、コツはいいと思います。結構回収率は高いと思うん で、あと立川からね、他のコツをちょいちょい回収していければいいかなと。あ、パピオンここで出会うのか、そういえば黒金だと。そういうこと。あ、また虹谷がいるね。ちょっとルナちゃんが評価まだだけど、やはりコツは欲しいからね。よし、奪三振も OK。 奪三振はできれば5まで置いときましょうか。でも次はちょっとルナちゃん狙っていこう。あとは黒金の金儲け。もうマジで金儲けとアイテムだかんね。やべとか無理だよな、大金持ち。100円か、やるか。持ち持ち頼むぞ。 OKOKOK、 340円プラス240か、結構いいね。で、アイテム、ジュースは買っておこう。ジムチケットも買っておこう。今回ジムチケット重要だからね。タイピン、キレか、キレはもらっておこう。タイピンどうする。立川がいるから一応掴んで、なるべく高めでタイピン覚えるか。で、283円、これは取っとこう。ルナちゃん、もう1回くらい練習しなきゃダメかな、どうだろう。大谷くんね、オリジナルストレート狙ってく。ルナちゃん、まあ乗ったは乗ったか、まあ、ただここに3人いるんで評価を上げていきましょう。できれば監督から10円もらいたい。くれ。あ、くんなかった。おお、パピオンの評価、そりゃこんな風に上がってくんだな。まあ、パピオン評価上げていきますか。体力が減っていく。大谷が進んでいく。どうする。ウィニングショット覚えよう。前指少ないからね。岩井くんの200か、まあ、いや、これでいこう。お、オッケー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 、さすがだね。勝ち運取ろうか。まあ、レベル1でもね、あれば経験点の節約にはなるんで。
で、だいぶ体力が奪われてんな。タフばっかだな。これね、安いやつは買おう。あ、購買符があんじゃん。先に買っとけば伸びもあるね。買おう。変化球図鑑か、欲しいといえば欲しい。いや買っちゃおう。で200円残しとこう。で1個使っちゃおうか、バージュース。で何をやればいいんだ、このコントロールでいっか。パピオンはね、タックが 60% だけだっけ。だからあんまり練習で経験点をもらうキャラクターではないんで、コツ打球反応。あとは友沢か、半分以上あってもな。あ、ちょっと待って、こっち来た。おお、いいねこれ結構成功率高いよね。何にする、特に名前決めてないな。ここでダラダラしてもしょうがないしね。どうしよう、名前決めてから来ればよかった。漢字を探すのもめんどくさいからカタカナにしよう。エクスカリバーはアーサーが持ってるから、まあ今のサクスペでは持ってないんだけど、ラグナロクにしよう。ちょっとやっぱりね、中二病を出していかないとね。アーサーに対抗するラグロナロクね。なんで、待って、ラグナロクと、ほい、恥ずかしいなって、マジ恥ずかしいわキンってめっちゃくれんね。虹谷がいるけど、ルナちゃんの評価かけよう。あとはルナちゃんイベント来たー、俺が出す。で金儲けをして体力はマックスまではいかないか。いくらある、320円。ユーカリ様にしよう。何をするんだ、投資か。ダメだ金がなくなってしまった。ここもな、別にモテモテいらないからね。まあ、体力減らさずいくか。うまくいけばムード丸になる。ならない。で一応120円、見ておこう。これ安いね。ここら辺買っておくか。ここら辺までしか手出せないよね今のところ。パワージュースも欲しいといえば欲しいんだけどな。大谷くん、あれ大谷くん何くれんだっけ。あ、休息図鑑か。まあまあまあ悪くはない。お疲れにしよう。これタイピンを掴んでおいて、文化祭だね。これは結構かかってるぞ。よし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 、金を補充できた。さてそこから、うわ、まだか、まだ評価乗ってないのか。変化球練習レベルアップ。そうだ、レベルアップといえば球速のレベルが上げられるんで、忘れないうちに上げとこう。ルナちゃんの評価どうなってる。あんまり低すぎるとね、お正月一緒に過ごせないからね。で忘れないうちに球速図鑑使っちゃおう。でコツがあるね。虹谷のコツが欲しいけど、 11% 2桁いくとなちょっとなって感じなんだよね。根性が欲しい、ルナちゃんからは。練習か、まあいいや。コントロールスタミナ、まあ、変化球が下がんなかっただけマシかな。結局400円。監督か
監督か、てか パピヨンがいるけどさ、パピヨン入れるとどうなんの、成功率が上がるのかな。監督にしよう、まあ、50円だったらいいよ、監督に50円あげるよそりゃそうだよね、失敗するよね。350円か、うーん、内角とかも特にいらないんで、安いやつの30円系を買っておきますか。変化球、ルナちゃん、ルナちゃんなんかもらったよね、なんだっけ。あ、打球反応、敏捷が全然足りんわ。で、ルナちゃん自体何くれんだっけ、メンタルか、骨、打球反応。ってことは友沢のイベントは打球反応は取らなくていいね。で、変化球、またルナちゃんか、立川まだなの。まあいいや、ルナちゃんで行こう。虹谷の金とくってか、矢部くん汗かきすぎでしょさっきのあんな汗かいてたんだ。ポイントすげえくれんな。で、立川がいるけど、あ、回復はね別にルナちゃんでできるんで、なんとなーく技術と、あ、筋力もくれんだ。アベレージヒッターがね1だからね、ちょっと野手でねアベレージヒッター1はきついよね、まあ、ルナちゃんはねめちゃくちゃ回復できるんで、緩急も掴んだと。変化、うわ、乗ってないのが2人いるよもったいない。で、ここは一番上にしましょう。これで大谷くんも打たれ強さが1回取れれば潰せるっていう感じか。で、ルナちゃんに関しては大凶さえ出なければ文句はない。小吉、まあいいでしょう、それでも40くれるからね。で、いくら、490、あ、宝塚と授業しよう、まあ、50円系だったらまあ最悪ね、ゼロになったとしても、よしよしよし、まあまあまあ、初売りでな、なんか400円系のアイテムがあればよかったんだけどね。で、ここは水に流して逃げ玉を取りましょう。で、甲子園優勝ですね。あとは本塁打元気売ってないかな、ないよねそうそううまくいかないよね。ジュース買って変化球系は買っておきますかね。じゃあ、肩肘マッサージとかも、まあ、いらないはいらないんだよね。よし、これでいこう。コツは虹谷か、どうする、虹谷はちょっとコツもらいたい。キレどうなってんだっけ、キレ買ったんだっけ、なんだっけ、なんか焦っちゃったな。奪三振5、教えてもらうと。低めの書が欲しいね、低めの書が。で、今どうなってんの本当に。タイピンは3、打たれ強さは2、伸びが2だから、パピオンから1回掴む感じか。あ、キレ2だよね、どうしようかな。打球反応でも敏捷使うからね、ちょっとキレは5まで置いとくか。で、奪三振も5になったからいいでしょう。で、逃げ球もなんとなく置いとく。カチューンはルナちゃんのバレンタインでもらえるんだっけ、一応もう1個置いとこう。で、タック、虹谷、なんか他のいろんな人たちがいたから割と経験点にはなったな。あ、変化球極意書か、ガチャコーナー、どうする、 いくら今500円持ってるっちゃ持ってるのか。グレートプレミアムガチャを買おう。筋力強化、え筋力強化指南書っていくらすんの、カスだマジカスだ。
まあ、使うか。せっかく手に入れたんだし。あ、メンタル、メンタル。あんまりメンタルをやらんといえばやらんけど、パピオン、け、友沢まだ？マジで？あ、これダブルタック来てんな。10% か。4周か。パージュース1個しかないんだよね。まあいいや、使っちゃおう。これは、これはちょっとこっちだな。友沢がまだ乗ってないのか。で、金儲けして。餅どっちがいい？下の方が確率は少ないんだけど、最大値が高いのか。うん、真ん中でいこう。エッセイ？エッセイの方があれなんだね。成功率は高いんだね。いや、いいね。本当に経験点いいわ。じゃあパージュース買っちゃおうか。あとは極意書か。買っとこう。晴天はマジで高いからな。ちょっと経験、やばいやばいやばい。変化球ポイントが溢れる。どうしようかな。まあ、オーソドックスに行きますか。スライダー、ちょっと待ってね。どういう選手にするかだよな。中継ぎ作りたいよね。いつも中継ぎ不足って言ってるからね。中継ぎってオリジナルストレートがあるとはいえ、スプリット球速上げられるかな。スプリットはじゃあ7にしよう。で、置いとこう。変化球、虹谷、いいね。まあまあまあ、そうだ、 PSR ブラボだ。マジで経験点くれんな。これででも友沢の評価が上がったから、友沢もう大丈夫かな。ルナちゃんか。友沢まだかよ。え、コツ欲しいんだけどな。根性コツ欲しいんだけどな。友沢の評価が全然足りてないね。変化球、技術 DVD か。 DVD 系はね、今回いらないからね。で、もう無理だよな。虹谷か。ドリンクを飲めばなんとかなるっちゃなんとかなるんだけど、デートが進んでないので、ちょっとデートをしよう。で、2月の1週に、じゃなくて3月の1週に回復をして、スポーツジムチケットかな。3個くらい欲しいよね、最終的に。700円か。宝塚と授業、トラブル続き。ここもまあ回復しておきますか。まあまあまあ、60円、それなりに使ったね。またデラックスか。ちょっと筋力は欲しいでしょう。技術も欲しい。あれ、新流石ってどうしたっけ。買ってないよね。30円系技術か。なんとなく足りなくなりそうだけど。ああ、友沢が乗ってるからだいぶくれるな。とはいえ、大谷君奪三振を取ってるんだよな。打たれ強さか。いやー、ちょっと悩むな。コントロールをね、 A にしたいんだよね。あの、パピオンを入れてコントロールを A にするっていうのをやってないんで。コントロール買いくれる。フリーマーケット、あれ、なんか売るのあったっけ。変化球152円か。いらない。なんか売るのある。あー、もう変化球技術 DVD 売っちゃおう。いくらで売れる。あ、それなりだね。
100円オーバーになるか。そこからの虹谷、こちらな。4周どうだ、いい練習が来てどうだ、微妙な、こう微妙な怪我率 10% か。やろう、次の月はあれだよね、デートしないとさすがに体力足りないよね。800円か、増えてきたは増えてきた。意外と授業で行こう。ゲー、失敗しやがった。材料がこれ結構高くなるからね。12円か、うーん、まあいいや、これだっていうのがないから。コツどっちだ、どっちか分からんけどコツをもらっておこう。根性てか、後イベどうなってる今、進行状況が分かんないんだけど。 13% 立川やろう、結構攻めてるよね。でもう次はさすがにデートをしなければいけない。一応見るまあまあまあ。で2球種目はどうしようかな。コントロール C くらいまで、ちょっと待って、 D でまだ置いときたいな。球速を少し140まで持っていくか。で2回目はもう完全に体力回復だからね。で567か、1回ずつデートすればまあ一応いいけど、まあ7月はね2回デートしてもいいん で1回目か。虹谷もまだ終わってはないよね、スタメンの入札があるからな。うーん、ゆかり様で行こう、ゆかり様に託す。どうほほ、ここでちょっと金がなくなってきた。黒牌か、まあ いや、ちょっとコツを見て、虹谷のコツ、キレ100円で全てを決着をつけたい。消えろー、よし、さらに大谷パピヨン、ルナちゃんどうする。うーん、大谷くんにしよう。ちょっと精神を買っておかないと、精神が足りなくなるかな。パワージュースは一応 G 買っておいて、変化球晴天か、なんか変化球晴天を買うっていうミッションをこなしてなかった気がするんだよな、顔で。これも買うでしょう、黒ファイ、黒ファイか、うーん、悩むな。まあ、コツはね、査定を上げるっていう意味でもいいんだけど、どうしようかな。スローカーブ、緩急をつける、まあ、3くらいにしとく。で守備でコツか、パピオン、まあ、コントロールコツ欲しいしね。よし、オッケー、これでコントロールコツは5。人騒がせにすると何をくれるんだっけ、打たれ強さとかだったっけ。もう5になってるね。ここはゆかり様でいくか、精神ポイントがちょっとでも欲しい。
でラスト金儲け244円、もうゆかり様に任せよう。お願いします。おい金がなくなった。一応見とく。あ、スポーツジムチケット、コントロールっていくつあかんの。3か。なんかなんか古びた壺を買えない。古びた壺が買えない。金を稼がなくては。変化球ルナちゃん、ここはあータプタックいいね。古びた壺くれ、俺に古びた壺を。てかルナちゃんのデートも進んでない、ちょっとまずい、本当にまずい。117-200で筋力ちょっと欲しいよね。ジュースはいいか、技術だな。あとこれで1回練習しよう。大谷くんのコツ、立川のコツ、こっちだな。この沢がいるとね、やっぱり技術乗るよね。だいぶで一応補充された。最後んジュースばっかだな。あ、ジムチケットがある、やったぜ。コントロールボールか、まあ、これちょっと買うでしょ。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、最後最後最後、コントロールボール買おう。あとはジュースか、これも買えるね。とはいえ一応これ見よう。いやダメだな、デートしないとほんと無理だ。これタイピンをもらおう。1打席勝負って、付き合ってくれているキャッチャーの人誰なんだろう。いけるそれ、ラクダ服だった俺。引かれてんな本当。緩急をつけていこう。スプリットってさ、速い系になるの。ちょ、ラグナルクは怖いから信用できない。外そう。奪三振の力を見よう。よーし、いいねいいねいいね、ポイントがいいね。おお友沢、よし。あれあと誰。虹谷って乾燥してないよねまだ。キレ、打球反応、根性も置いとくか。まだ乾燥してないね。2人か、7月で2人か。立川も乾燥してねえじゃん、無理か。ちょっと多かったか、イベント数が。ルナちゃんは絶対乾燥させたいからね。いや、後いべ厳しかったか。立川なんて何回目。で、ここは2回使ってあるから、スポーツジムチケットが。で、さらにね、野球神の守り持ってきてるからね、マジで甲子園は進みたい。じゃあコントロールを、まあ、B にしておこう。最後ボールがあるからね。よし、150までいったな。で、スローカーブなんて結構曲がるから3あればいいよね。どうしようかな、下の第2球種とか覚えてみる。 V スラ、V スライダー。いやでもな、スプリットだったら遅い変化球がいい気がするけど、チェンジアップか。チェンジアップ1にしよう。で、第4球種覚える？第2ストレートも覚えたいかな。結構まだまだやりたいことはいっぱいある。友沢、やべえこいつ。
俺スタミナいくつだっけ、全然上げてないよね。乗り切れるか。点取られてるし、パワーは一丁前にあるな。ただミートがさすがに小さすぎる。こいつはバランスがいいね。あんまり点を取りすぎて終わっちゃうかね。これ多分ホームランちょっと終わるよね。どうしようかな。バントでもしとく。あ、立川に変わってたからもう終わらせちゃってもよかったのかな。で、ちょっと見よう。友沢か、ワンタックだからな。まあワンタックだからちょっと終わらしちゃおう。こういうツアーってあるの？なんか佐渡とかだったらありそうだよね。で変幻自在と、まあ、変幻自在の緩急が1だからね。立川にするか虹谷にするか。球速はまあ正直150あればまあまあまあいいからな。変化球上げてこう。でデラックス1個飲むか。もうあとはガブ飲みして練習だな、ひたすら。コツ対強打者なかなかいいね。で虹谷か。最後に友沢の金徳あたりが来てくれればまあ嬉しいんだけど。あ、そうだ、友沢いねえんだこっちにうちにいるからね。どうする、もうコントロールは A、 ああ決めておけばコントロールボール使っちゃってもよかったね。共に黒金、同点のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面で打ちました。おお、ギリギリ。ツーアウトランナー二塁という場面で、やべ、今日容赦はせん。黒金、追加点のチャンスです。ツーアウトランナー二塁という場面で初球から、やっぱりね、ちょっとね、パワーがあってもミートが小さすぎるとなかなか難しいね。ツーアウトランナー、よし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 。あれ投げ切った、そもそもわからん。何にもない、何にもないね。人はいっぱいいるけどね。スカウトさん評価上げとくか。変化球は悪くないでしょう。なかなかいいんじゃないか。最後なんか友沢か、よし。立川が無理だったか。なので取れるものはじゃあ取りますか。スタミナさすがにいいないとなんとなくやだな。打たれ強さ1、タイピングも1ずつとこう伸びがまだ2か。変幻自在でしょ。ど根性結構使うね。逃げ球も取ろう、対強打者も取ろう。精神が足りなくなってくるか。まあ、まずは、ジュースを飲んでこれも使っとこう。なんか途中で負けたら嫌だから、この1個飲もう。そこからの、おお、いいね。友沢がいるとマジで技術が乗る。ポーカーフェイスいらん。精神が足りないか。コントロール上げようとすると、あ、パピオンどんだけくれんの最後
エピローグ経験点わからんな。黒金先制のチャンス。赤塚と弱っ。なんだこいつ。第2球投げました。ジムチケットってどんくらい上がるんだ。取りました。3枚使うとすんげー強くなるけど、なんか2枚だと微妙なやつらとかいるよね。今日の第一打席はスイングアウト。きたー。まあ、こういうキャラはね、さすがに超強くなるけど。おお、なぜかパピオンに変わってる。俺なんかヘマした。まあそれでもこんだけポイントが手に入ればいいでしょう。使おう。そこからの変化球、友澤。ポーカーフェイスがいらないけどな、どうしようかな。2だからね。いやいいや、ちょっとかけよう。ここはポーカーフェイスが来ないことに。ワンタックだからね。てか友澤初回ポーカーフェイス来たね。友澤はあれだよね、なんか型なんちゃら送れるから、まあ今初タックでも全然いいか。コントロール A にしとくか。大丈夫だよね、行くよね。よし、黒金打線ならいけるはずだ。多少俺が点を取られたとしても全然いける。点は自分で取るもの。おお、北斗とか大丈夫かこいつ。ああ、正面に行ってしまった。うおい、何なんだよ。ワンアウトランナー二塁という場面で宝塚。ネクストバッターサークルに控えているのは岡ムード丸って誰。完全なボール球、カウンター2ボール、セカンド牽制、二塁タッチセーフ。あ、しまった、危ない危ない危ない。今の当たってたら引っ掛けちゃうからな。第4球は完全に外れた。ボール、これは完全なボール球、カウントは3ボール1ストライク。俺はうーんウエストしてきたね。次誰、ランナー2人を置いて向かうバッターは岡。パワーバカだな。ほら一応真っ二つにした。ここら辺から弱くなんだよね。でもこいつは DD やればね、なんとかなる。俺4失点かな。お、自責点2か。なんとかだった。あー、被安打7の自責点2か。さて最後、コツはパピオンか。どうしようかな。球速上げてく。てか虹谷とかマジで強えな。PSR プラゴとかほんと羨ましいんだけど。一応俺も PSR は手に入れたけどさ、プラゴまで持っていくのがね。よし、調子が上がってくれるかな。球速上げよう。155。変化球どうする。いや、4球種目はきついか。チェンジアップとかさ、レベル上げてもなんかね、しょうがない気がするんだよな。こいつは球速とスプリットとチェンジアップの緩急でなんとか押してんのかな。黒金同点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面。うわー、際どい。マジか、入ってきたか。に控えているのは友澤。投げました。もうカウント4番友澤か。まあそりゃそうだよね。第3球は、これはボール球だった。掴みました。これで2アウト、ランナーは二塁。友澤にかけよう。第9投げた、外角低め、ボール。第2球投げた。ちょっと待ってね、フォーク逆転したいね。ここは第3球、フォークだね。大西はやだな、本当やだよ大西は。投球これから4球目、入ってくる。ちょっと無理。あっと、送球それ。あ、2点取られてるわ。おしよ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 し、岡野か。これはミート開いていこう。ランナー2塁という場面で岡野。第9投げた。慎重に行こう、慎重に。まだワンアウトだからね。第2球投げた。待って、全然慎重じゃねえし。入れてくるか、このスライダー入れてくるか。投球これから4球目。いや、ちょ
や速い、球速が速すぎる。あ無理だこれ。あでもなんとかなんとか抜けた。今絶対ボール球だったよね。連打、これは強振で、あれだな、犠牲フライ狙っていこう。攻めて攻めての犠牲フライ、浅いか、どうだ、いったね、よし1点。宮内くん、いや早いよ、街道とかマジ早いんだけど。第3球を投げました。ボールカウント1ボール2ストライク。第4球を投げました。インローへ、インコースか。カウント2ボール2ストライクです。投げました。落ち着いていこう、落ち着いて。でもさ、9番ってなんか俺だよね、よくよく考えたら。OK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 、なんとかつないだ。アベレージヒッターを取るだけのあれはないからな。かすった。弱すぎる。おい3点取られてんじゃないか。友澤のチャンスを迎えました。カーブか。宝塚アウトコース高め外れてボール。宝塚も第3球を、まあ、能力自体強いからね。打ったこれはいい当たりだ。よし、そして1塁3塁という場面で宮内、下位打線のな6番あたりからちょっと弱いか。補填、オッケー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 。補填は取れるだけ取る。立川意外にパワーあるからね。なんでこんなパワーあんのっていうくらい立川パワーある。投げた、カーブはボール、カウント1ボール1ストライク。投球はこれから3球目。結構失投が多いね。荒島でカウントは2ボール1ストライク。次は4球目、投げた、これは無理か。掴んでこれで3アウト。友澤追加点のチャンスです。追加点を、ツーアウトランナー2塁という場面で友澤、今日は3ランホームランを打っています。第2球投げました、入れてくるね。第3球、これはボール低め、カウントは2ボール1ストライク。投げました、よし、さすがだ。友澤はマジで強い。いやだいぶ失点したけど、なんとか優勝はできましたね。どこでパピオン出てくるんだ。ここは別に普通だよね。でドラフトがあって、まあまあまあ2位だよね。どうしようかな。中継ぎ抑えはね、カムイがいるからね。カムイがカムイってなんだって言うと思うけど、カムイ持ちのね、中二病がいるからね。いいねいいね。あ、尻上がりくれるんだ。でエピローグ、白鳥カンタ、これなんだっけ、なんかね忘れちゃったよ。もうここら辺あれ、こいつは、ああドラフトではプロに進めなかったのか。80 67 40 40、お悪くないね、いいね、経験点。まあおまけで大谷君もくれると。もうここはね本当にしょぼいからね。2まあ、7000超えといったところか。ではではでは、そうだね、3球締めじゃなくて4球締め取れそうだな。
カットボール、1ってどうなの、どうしよう、少し手元でずらす、高速シュートとかでなんかやだな、1が多いのはなんかやだな。技術がちょっと少ないけどな。スローカーブ上げてく、これでツーシーム取ろう。で、あとは、脅威の切れ味が取れなくなってる。ちょっと待って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 。一回戻そう。で、まずは金徳だ。まずは金徳。あれ ?B 小型ね。そういうことか。B 小が足りなかったか。悲しいな。せっかく脅威の切れ味を。これ取ったからだよ。なんだっけ、打球反応。いらんかったわ。あ、伸び。せっかくだから取っとこう。じゃあさっきのやつでいきますか。だいぶあれがなくなったな、筋力。じゃあタイピンもつけて、打たれ強さもつけて。いや、脅威の切れ味もったいなかったね。まあそれはでもしょうがないよね。はい、というような感じになりました。まあまあパピオンはね、まあ暁大の強化が来た時に本領発揮するキャラクターなんで、まあ、イベント経験点もねだいぶエピローグでもらえるようになってて、さらに金徳ももらえるようになってるんで、まあ、悪くないキャラだとは思います。まあ、イベント数が少ないっていうのもいいし、コントロールコツを持ってるっていうのもいいので、まあ、だいぶ使いやすいキャラになったと思います。というような感じで今回は終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。